皆さん、こんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、ネット上で話題の神対応とはというテーマでお届けいたします。あれは中学3年生の時でした。シンガーソングライターの松山千春さんが大ブームになりました。私の記憶が正しければ、季節の中でという曲がグリコアーモンドチョコレートの CM ソングに起用されました。また1979年の春の選抜高等学校野球大会の入場行進曲にも採用されました。オリコンシングルチャート1位、累計売上はミリオンセラーを記録した大ヒットです。当時松山さんはテレビ番組への出演を拒否していましたが、多くのファンの要望に応えるという形で一度限りという条件付きで TBS のザ・ベスト10にコンサート会場からの中継で季節の中でを熱唱しました。同じ北海道出身の中島みゆきさんもテレビには出ないというスタンスでしたが、北海道出身の2人、しかも大ヒット曲がある2人が揃ってテレビ出演を拒否していた時代です。松山さんは時を同じくして日本放送のオールナイトニッポンのディスクジョッキーを毎週月曜日深夜1時から担当していました。当時松山さんの曲の中で私が一番好きだったのは大空と大地の中でという曲です。いかにも北海道出身らしい曲ですが、ファーストアルバムに収録されていて、残念ながらシングルカットされませんでした。ですから LP を買わなければ聴くことができなかったということです。今日の本物の商売を目指すポイントです。私は中学1年からギターを弾き始めましたので、松山さんの曲もよくコピーしました。このような経緯もあり、松山さんは非常に思い出深いシンガーソングライターです。高校に入学してからは松山さんを全く聴かなくなったので、その後はどのような歌手生活を送ったのかはわかりません。印象に残っているのは政治家の鈴木宗男さんの選挙の応援演説です。いつの間にかスキンヘッドになっていたので大変驚きました。あまりの変貌ぶりだったからです。さて、このような経緯を持っている松山さんですが、経歴を持っている松山さんですが、先日ネット上で神対応が話題になっていました。2017年8月20日正午頃、松山さんは新千歳空港から伊丹空港行きの便に乗りました。ですが飛行機は出発予定時刻を過ぎても出発できず、乗客は約1時間も待たされることになったそうです。そこで松山さんは自ら客室乗務員に掛け合って機内マイクを借りました。マイクを手に取ると代表曲大空と大地の中でを歌い出したというのです。果てしない大空と広い大地のその中で、いつの日か幸せを自分の腕で掴むようと。松山さんは滅多にこんなことはないんです。皆さん頑張ってますからもう少しお待ちください。などとマイクを通じて乗客に語りかけたそうです。松山さんが歌った後は機内は和んで、乗客のイラ立ちが歓声に変わって、即席コンサートのようなものになったと言います。容易に想像はできます。最後に松山さんは、皆さんのご旅行が、またこれからの人生が素晴らしいことをお祈りします。もう少しお待ちください。ありがとうございましたと締めくくりました。松山さんの強みを生かし、なおかつ松山さんにしかできない素晴らしいパフォーマンスです。客室乗務員をはじめとした飛行機会社側の人にとっても、乗客にとっても、ストレスが減るばかりか、大変貴重な体験をした数分間だったでしょう。乗客は飛行機を降りてからこのことを何人に言ったんでしょうか。口コミを狙ったわけではありませんが、結果的に口コミが発生したエピソードでした。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。